アメリカ炭素菌事件、アメリカ炭素菌事件、アメリカ炭素菌事件、FBI ファイル名、アンリスラックスは、2001年9月18日と10月9日の2度に、渡り、アメリカ合衆国の大手テレビ局や、出版社、上院議員に対し、炭素菌が封入された容器の入った封筒が、送り付けられた事件である。この炭素菌の感染により、名が、炭素発症し、 死亡、17名が負傷した。同時多発テロ事件の7日後に発生した、この事件は、アメリカ全土を震撼させ、事件の捜査は、FBI 曰く、アメリカの司法史上最も大規模かつ複雑なものの、一つとなった。内訳は、テレビ局3社と出版社2社、及び民主党上院議員2名である。 この炭素金定路攻撃は2波に分かれて行われており、第1波はトレントン局管内のポストから投函され、2001年9月18日付の消し印が押された5通の封筒であった。このうち4通は、その後ニューヨーク、モルガン局を経由し、ニューヨークを本社とするテレビ局、NBC ニュース、ABC ニュース、CBS ニュースと出版社である。 ニューヨークポストへと配達された。残りの一通は、フロリダ州、ウエストパーム局を経由し、同州、ボカラトンを本社とする、アメリカンメディア社、ナショナルエンクウワイヤーシアテへと送付されている。このアメリカンメディア社に届けられた封筒により、同社従業員であり、スーパーマーケットタブロイド誌、3の写真編集員であるが2001年10月6日に死亡し、最初の犠牲となった。 スティーブンスはフロリダ病院へ訪れた4日後に原因不明の嘔吐と息切れを起こし倒れ、その後死亡している。ニューヨークポストと NBC ニュースに送りつけられた封筒は発見されその他の3通は開封者が炭素菌に感染したことで同一の郵便物である可能性が発覚した。解析作業に当たった科学者は ニューヨークポストに送付された封筒から発見された炭素菌はドッグフードのような荒い茶色の粒状材料であっことが報告されている。第二波は第一波の三週間後10月9日付の同じくトレントンの消し印が押されたものであった。宛先はサウスダコタ州民主党上院議員トムダシュルとバーモント州パトリック・リーヒ同上院議員宛となっており当時ダシュルは 上院多数党委員内総務、リーヒは上院司法委員会委員長であった。ダシュル宛ての封筒は10月15日側近により開封されたことにより、その後の政府向けの郵便サービスは直ちに中止の措置が取られた。リーヒ宛ての封筒は開封されておらず、11月16日に封筒が混入しているメールバッグが発見され、バッグごと押収されている。リーヒ宛の封筒は、 ZIP コードが間違えて書かれていたため、その ZIP コードが示すバージニア州スターリングにある別館に配達されており、配達した郵便局員であるデビットホースが炭素金を吸入している。第一波の攻撃は非常に効果的であった。また上院議員宛の封筒にはコードに洗練されたシリカ状のほぼ純粋な炭素、 金放子約 1g が封入されていた。この結果から使用された炭素菌は、兵器回帰の細菌粉末であると初期の報告がなされており、これは炭素菌へ精通し、かつ、専門の研究施設などでなければ生産ができない、息のものであることを味し、アメリカ陸軍感染症医学研究所の科学者たちは、この認識が欠如していたと考えられる。 しかし、2002年初頭に行われたサンディア国立研究所によるテストでは、この粉末は、兵器化された息のものではなかったことが報告されている。少なくとも22名が感染症を発症し、このうち11名は生命に危険を及ぼすような呼吸器症状はないとされた。5名が、肺炭素を発症し死亡。内訳は前述した、出版社従業員であるロバート・スティーブンス。 63歳、ワシントン DC にある、ブレントウッド郵便局の従業員である、トーマス・モリス・ジュニア、55歳、ジョセフ・クルスセン、47歳の3名、感染源が特定できていないベトナム移民であり、ニューヨーク・ブロンクス区在住のキャシーグエン、61歳、とコネチカット州オックスフォード在住のオキリー・ラングレン、94歳、の2名である。その他、犯人特定まで、 長い年月がかかったため、1978年から1995年まで調査が行われたユナボマー攻撃に例えられた。すべての手紙はコピー機でコピーされたものであり原文は見つかっていない。それぞれわずかにサイズが違う用紙が用いられており、メディアに送付された手紙には、苦闘点、カンマ、ピリオドが使用されていないが、上院議員宛ての手紙には使用されている。 1> 第1、第2波ともに封筒には、手書きでの宛先表示がされており、上院議員へ送られたものと比べ、メディアに送付されたものの筆跡は2倍の大きさであった。ニューヨークポストと NBC ニュース宛に送られてきた手紙、第1の手紙の内容。この手紙の後に、トムダシュルとパトリック・リー医療上院議員宛に送られた手紙、第2の手紙の内容。 両上院議員に送付された封筒の差出人の住所表示は次のように書かれていた。この宛先は架空の住所であり、ペンシルベニア州にフランクリンという地名は存在したものの、ZIP コード0885には、ニュージャージー州モンマスジャンクション近郊を示し、近辺及びモンマスジャンクションにグリーンブック小学校はあったが、フランクリンパーク、または、 モンマスジャンクションにグリーンデール小学校なるものは存在していなかった。捜査からこの2通はプリンストンから投函されたものと判明しており、2002年捜査官はプリンストン大学キャンパスの近くの銃ソ葬通りにあるポスト内に炭素菌の画法を見つけている。消し印が押された管内のポスト600箇所を検査し唯一陽性反応が出た場所であった。 捜査が長期化するにあたり、米の一部メディアは、複数の可能性から、メリーランド州、フレデリック市ォートデトリックにある、アメリカ陸軍感染症医学研究所、ユザムライットに長年勤務していた科者、ブルース・イビンズを取り上げていた。報告資料によれば、連邦捜査局、FBI は2005年4月4日以降になり始めて、イビンズに焦点を当て、同研究所の他の3名を、 捜査対象としている。イビンズは、捜査機関に対し捜査協力を行っていた、米炭素金研究の第一人者の科学者であったが、一方で、ジョージ・ W ・ブブッシュの再選を望む熱心な共和党の支持者であり、ユダヤ人は先民であるとして、ラビとイスラム教との対話を否定する過激なキリスト教、原理主義者、クリスチャン・シオニストという裏の顔があり、犯人とすれば動機は明確であった。 2008年8月6日、FBI はイビ,ビンズの単独犯行であると宣言した。2日後に上院議員と下院議員は司法省と FBI に対しヒアリングを行うための公聴会開催を要求している。2009年9月15日、米司法省は7ヶ月前にチャック・グラス霊上院議員の質問に書面での回答を終えていると発表した。 FBI 長官であるロバート・ミューラーは、本事件については進行中の民事及び刑事訴訟があり、今回の FBI の調査活動はそれら訴訟に悪影響を及ぼすかもしれないと記述している。FBI は、イビンズに告発が差し迫っていることを知らせており、2008年8月1日、イビンズは、アセトアミノフェンの大量服用により自殺している。2010年2月19日、 アメリカ合衆国手法省は、イビンズの単独犯行であると結論付けた調査報告書を作成し、公式にこの区断の調査終了を宣言した。報告書には、分析の結果、事件で使用された炭素菌とイビンズが培養していた炭素菌の胞子に遺伝子的な類似点が見出せること、イビンズが事件直前に研究室に長時間滞在していたことなどの状況を読んどころのほかに、 送付した封筒に付着していた指紋と研究室にあったフラスコについていた指紋の DNA の一致。送付された3通の封筒のうち1通は、イビンソが偽名を使い借りていた、死書箱から送られたもであったことなどから犯人と断定している。以前から抑うつ状態であり、精神的問題を抱えていたことが犯行動機であるとしている。FBI の事情聴取を受けている兄弟であるトーマス。 イビンズは彼は自分を善良だと思っていた。政府の圧力に苦しんでおり、自殺しても不思議はないと語っている。しかし、2011年2月に発行された米国科学アカデミーの報告書には、科学的手法を用いて独自に調査した結果、イビンズの犯行と断定した米司法省の報告書には疑問が残ると記されている。米国科学アカデミーの調査報告は、 封筒に同封された炭素菌の種類が米国産を意味するエイムズ菌種系統であったことは正確であるが一方でそれがイビンズが研究室で培養していた炭素であるとする FBI の主張には十分な科学的証拠が足りないとしているこの調査報告に対し FBI が会見し事件はこの細菌の特定作業だけでなく状況証拠など複合的要素を考慮した結果 移民の単独犯行であると結論付けたと述べている。捜査は6つの州に及び、67カ所の調査を、実施事情聴取を行った人数は延べ9000人以上で、あり、このうち6000人に召喚状が発行された。捜査開始時に数百人規模での FBI 捜査官が動員され、同時多発テロ容疑者であるアルカイダの犯行であるか、どうかの最終的判断を早期に下すことに、 苦労している。2006年9月時点で、なお証拠回収作業のため、FBI 特別捜査官であるを含む17名の捜査官と10名の郵便査察官が奔走していた。FBI と疾病予防管理センターによる捜査は、アイオワ州立大学にある炭素金アーカイブが大学により破棄されたことで妨げられた可能性がある。 そのアーカイブは70年間にわたって収集された100以上の炭素菌放射標本であった。多くの科学者がアイオアの放射標本を早急に破棄したことで捜査に役立つ決定的な証拠を捨ててしまった火星があると主張している。攻撃に使用された菌種が標本中の菌種と一致すれば炭素菌がいつ単離されたか、そしておそらく どの程度の範囲の研究者に配布されていたかに関するヒントが得らたであろう。そのような遺伝情報は犯人を特定するために必要な証拠を捜査員に与えたはずである。FBI と疾病予防管理センター両局はアイオワ州立大学に同行の炭素菌アーカイブを破棄する許可を与え、同アーカイブは2001年10月10日と11日に破棄されている。 攻撃の直後、ホワイトハウスは繰り返し、アルカーイダによる同時手発テロの第二波攻撃であるとの証明をするために FBI 長官であるロバート・ミュラーに対し圧力をかけており、アメリカ合衆国大統領立ち合いの朝の緊急情報会議でミュラーはこの使用された炭素菌がウサーマビンイコールラービン側近らにより製造されたものであるとの証拠を出せなかったせいでこきおろさた。 退職した元 FBI 上級捜査官の一人は、彼らは実際に中東の誰かのせいにしたかったと証言している。FBI は、捜査初期段階でこの炭素菌は高度な知識と設備が必要な環境下でしか培養できないであり、テロリストがこもっているであろう、洞窟などの環境下では到底生産できるものではないと理解していた。同時期に大統領であるジョージ w ・ W ブッシュと、 副大統領のディック・チェーニーはアーイダとの関係性に関しての推測を行っていたことが公式声明から判明している。また、イギリスのガーディアン氏は10月前半にアメリカ人の科学者が炭素菌の原因としてイラクを巻き込んでいた報じ、この翌日にはウォール・ストリート・ジャーナル氏が社説で、この炭素菌はイラクで生産された菌をアルカーイダが郵送したものであると報じた。 この数日後にはデイビッド・レターマン賞に出演したジョン・マケインがこの炭素菌がイラクからもたらされたものである可能性を示唆し、さらにその翌週には ABC ニュースが炭素菌にいくつかイラク土壌の鉱物を含んでいたと報じている。この ABC の報道に対しホワイトハウス報道官が直ちにコメントし、この攻撃に使用された炭素菌からは 好物は一切発見されておらず、その可能性にすら言及していないと発表した。イラクからは大量破壊兵器は発見されず、当初からデッチ上げであることが結果判明したが、イラク侵攻後も数人のジャーナリストがこの好物が含まれていたという報道を、イラク並びにアルカーイによるテロ攻撃だとする確固たる根拠として利用した。この炭素金封筒の影響で、 かなりの数のビルが汚染され、アメリカンメディア社は他のビルへと転居している。ブレントウッド郵便局舎の汚染除去作業には26ヶ月の月日と1億3000万ドルのコストがかかり、ハミルトンのニュージャージー郵便局舎は2005年3月まで閉鎖され、除去作業には6500万ドルの費用がかかっている。環境保護庁は ワシントン DC の政府建物の清掃に4170万ドルを費やし、ある FBI 報告書には、総損害額は10億ドルを超えるであろうと記載されている。除去作業は、ニューヨークを拠点に持つ民間会社に委託され、主な除去方法は二酸化塩素ガスを用いた、訓場消毒型が用いられている。同時多発テロの一週間後に起きた、この炭素菌攻撃によって、 生物兵器への調査や対応などへのため、政府出資額はさらに白車をかけることとなった。一例として、国立アレルギー、感染症研究所、ナイード生物兵器関連の予算は2003年に15億ドル増加し、2004年には、プロジェクトバイオシールド条例が議会を通過し、制定された。この条例は10年間新しいワクチンと対応薬を購入し、備えるもので、 56億ドルの出費が予想されている。一般論として兵器化の域に達していた最近であるという証拠と、その他の報告書の結果、イラク戦争大量破壊兵器保有疑惑へ繋がったと考えられている。この一連のテロ攻撃により、対テロ戦争へ向けた法整備や米国愛国者法成立に向けた圧力が高まり、本格的な検討が開始されている。 数人の炭素菌被害者が、その後、疲労、息切れ、及び記憶喪失など健康上の問題が起きていると報告されているが、原因については不明としている。2004年の研究では、2001年の炭素菌攻撃での被害者の総数が68人まで上昇するであろうと報告されている。2001年10月19日、ブレントウという便局において、 炭素菌汚染防止フィルターを取り外した優政査察官がその後障害が残るほどの病気を発症している。この優政検察官の担当医師は炭素菌が原因であると主張したが血液検査の結果からは炭素菌が発見されず疾病予防管理センターはこの事件とは何ら関係性はないとしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。